まずは前半の3分、このシーンで PK 獲得の鹿児島、一味が長畑の足をかけてしまいました。クリアしようとしたところに長畑が入ったというそんなシーン。そして桐野が2018シーズンの初ゴール、チーム初ゴールは桐野が入れました。1対0。さらに16分はアレックスがこのボールキープ、3人に囲まれながらボールをつないで五稜のクロスに最後は長畑ヘディングシュート。前半16分に2対0と鹿児島がリードを広げます。あまりヘディングでのゴールは過去なかったという長畑ですが、見事なシュートでした。しかしその直後です、18分に今度はコーナーキックから、今日オーバーエイジ枠で出場の菅沼がヘディングシュートを決めて2対1と1点差に詰め寄ります。そして38分です、アレックス右のサイド、クロスボールファーに流れていきます。ここは縦に仕掛けた藤沢、最後グラウンダーのクロスに吉井のシュート、吉井が決めて3対1、リードを2点に再び広げました鹿児島です。そして前半のアディショナルタイム、五稜のクロスにヘディングシュート、長畑ダイビングヘッドが決まりました。長畑は今日2得点、そして五稜は2アシスト。これで一気にガンバを突き放して4対1、前半折り返します。後半選手も変えながらなんとか攻めたかったガンバですが、それほど攻勢強めることはできませんでした。一つこの一味のヘディングシュートありましたが、これは枠の外というシーン、あまりチャンスを両チームともに多く作れなかった後半でした。しかし鹿児島が前半のリードを守り切って4対1。